バードコールというものは株を持っていた人がコールを売ることです。株100株に対して1枚のコールを売ります。はい、目的ですね。株を保有しているときにですね、その株を決済する代わり、売却する代わりに、利食いしても良いという水準。その権利行使価格のコールオプションを売ります。今見てきたように、株を指し値で売却するのと、ほぼ同じ効果があるにもかかわらず、プレミアムをもらえる分、お得に株を手放せると。こういうことです。またですね、株を長期的に保有する目的がある場合には、リターンというものは、キャピタルゲインもそうなんですが、配当益というものも、トータルリターンにおいては非常に重要な、ところになりますね。インカムゲインの一つの、配当狙いというのは、インカムゲイン派の人たちには非常に重要なものがあります。ある程度の上昇、キャピタルゲインで株を手放すのは嫌だということであれば、期待される上昇の率を計算したところ辺のですね、コールを売るんですね。そうすると配当利回りにこのコールオプションの売りで得られるリターンが加わりますから、いわゆるトータル的なリターンというのは向上する可能性が高いと、こういうわけなんです。さて、ただ一つ注意しておかなければいけないのは、コールを売っているということは、その権利行使価格を超えた場合には権利行使されますから、株を手放さなきゃいけないんですね。で、この時に取り得る手段としては、そのまま株を売却しておしまい。で、そうすると株もなくなって全部キャッシュのポジションになるということです。もう一つは、コールをですね、市場で反対売買、満期まで待たずに反対売買して、いわゆる権利行使をされないようにするっていう方法があります。この場合は、コールから損失が出る場合が若干ありますので、しかし、損が出てる場合というのは株価が上昇している場合ですから、株価のキャピタルゲインはプラスになってるんですよ。で、このコールをですね、さらに遠いところ、さらに上のコールオプションに、いわばこうポジションを、再度上の方に売ってあげる。例えばさっき2300だったの2500の方に売ってあげるとか、あるいは、現月の遠い、満期が遠いですね、オプションに乗り換えると、こういった、形でですね、ポジションを調整するということも行われます。さて、カバードコールにおける、コールオプション、売っているコールオプションの、ロールをですね、オプション戦略を利用して、やり方について説明していきたいと思います。通常、カバードコールにおいてはですね、ご覧のように、個別株、現物株を100株持っていて、そして、コールオプションを1枚売っている状態。この状態のことをですね、このコールオプションの売りのことをカバードコールの売りと、この株式によってカバーされている、コールの売りという意味でね、カバードコールなんて言い方をするわけですね。ただこの状態ですと、今株価が54.01で、満期を迎えるにあたってですね、このコール54が、もし仮に、いわゆるインザマネーと呼ばれる状態、すなわち、このコール54の権利行使価格であるこの54ドルよりも株価が高い状態になっていた場合には、このコカ・コーラの株をですね、相手に54ドルで売却しなければいけないことになるわけです。この株をですね、ずっと、維持しておきたければ、このコールオプションのですね、義務を免れるために、このコールオプションを、今売ってるわけですから、買い戻す。義務を免れるために、このオプションを買い戻すということをしなければいけないんですね。で、買い戻せば株だけになります。で、株をただオンリー持っておくのもいいんですけれども、わざわざコールを売ったということは、コールオプションの売りによって得られるオプションのプレミアムをですね、いわば利益の源泉にしたいという思いがあるからであれば、この後、一旦売っているコールを反対売買買い戻した後に、また新規でですね、コールを売るという手続きが、待ってるわけなんです。で、これが今10月20日が満期が近いのでね、これを11月のオプションに乗り換えるという作業をしなければいけない。で、これ今申し上げたように、売っているコール、今持っているね、売っているコールを買い戻して、そして新規にまたコールを売るという2つの作業が必要なんですね。実際やってみますよ。このコール54を一旦決済します。ここに決済ボタンありますね。この決済ボタンを押してください。そうするとこの決済ボタンが出てきます。売る値段はですね、約定しやすい値段自分で任意で選んでください。中値に刺すのもいいし、今すぐに約定させたければこの0.31を叩くしかありません。で、この時点ではまだ約定しませんね。ですから、この、変更ボタンを押してね、約定させたければ約定しやすい値段に変えてあげる必要があります。
はい、一応約定しました。これによってですね、今、コカ・コーラの株100株だけの状態になっています。で、続いて、11月に移しましょう。11月の24日のですね、今度はコール54なんで、54に乗り換えましょうか。ということで、このコール54をもう一回売るという作業をしなければいけませんね。はい。まあ、価格は任意の価格を入れてください。中値を入れて刺さることも結構あります。今回はね、必ず約定するにちょっとわざと低い値段でやっていきます。はい。ということで約定しましたね。はい。この状態で、ロールがやっと完了したわけです。一旦売っていたコールを、先ほど見ましたね、10月切りのオプションの50ね、3を持ってましたけども、これを買い戻して、そして新規でまたコール54、しかも11月切りを使ってますね。これを新規で売り立てました。今のように、売っていたコールを一旦買い戻す作業。そして、次の、まあ、満期を遠くに逃がすってことね。そして、権利行使価格も少し上に上げたという、その2つのね、権利行使価格を上げる。満期を外にする。こういったことをやったわけです。さて、このように二つの手続きをしなければいけないんですが、実際ですね、この二つの手続きを一括でやる方法、これがですね、このオプション戦略なんですね。では、ちょっとですね、もう一度、オプションの、まあ、ポジション、あえて作ってみます。10月切りの、コール53をね、で、カバーどころにしちゃいましょうね。さて、今ですね、先ほどの状態、コカ・コーラの株を持っていて、2023年10月20日のオプション、これが満期、これオクトーバーしかありませんけど、このね、インフォメーションのマーク見ればね、これが10月20日の満期のものだってことはすぐわかりますので、ここで見れば確認できます。今、10月切りのオプションがね、27もあるけれども、ここではこういう形で出てきますから、何日ものかわからないときには、このインフォメーションをマーク見ましょうね。では、今からこのコール53の、2023年10月20日のコール53を、2023年11月のね、24日のコール54にロールしてみたいと思います。オプション戦略を使いましょう。オプション戦略はここに出てます。これを押してください。ポチッと。はい。でですね。ここに選択とあって、いろいろとここにね、いろんなストレッチに出てきますが、今回のカバードコールのロールについてはですね、これ使いません。まずですね、ここの売買のところですね。今、売っているコールを買い立てる、まあ買う必要があるので、これ買い立てでいいです。で、満期今10月20日ですね。そして、このオプションというのは53ですから、これ53にします。はい。そうすると、自分が持っているポジションを、ここに売ってるものをですね、反対売買の買いにすると、これ決済に言葉が変わる点注意しましょう。いいですか？これ54だと買い立て、これ新規なんです。でも53だと、これは決済なんですね。だこの決済になっていれば、今持っているポジションを閉じるということが、ここで気がつきます。いいですね。ですから今、売っている53のコールオプションを売ってるんですから、買い戻す。買いです。そして、満期日と権利行使価格を入れます。これは勝手に変わりますからね。決済という言葉と、立てるというね、この買い立てっていう言葉は、自動で出てきます。続いて、追加。これが新規立ての部分ですね。これを売り立てます。満期をですね、はい、11月24に伸ばすんでしたね。で、権利行使価格は54に引き上げるんでした。そしたらですね、勝手に中値を計算してくれて、こう出てくるんで、皆さんはこの中値の0.43個に入力すればですね、中値で注文できる。そしてそれが約定する可能性があります。今日のところは、これすぐに約定させたいので、下げとけば約定することになると思います。0.3。まあですね。これにしとけば多分約定すると思います。さて、いいですか？もう今も、自分が持っている、売っているコールオプションを買い決済。これ買い立てにならない。持ってるポジションだったら買い決済になる。そして、満期を1ヶ月先にずらして。
そして権利行使価格も一つ上に引き上げて、そして売り立てた。そしてこの中値を皆様に入れればいいですし、すぐ約定させたければ、今売りであればこのビンドを叩けばいい。買いたければアスクを叩けばいい。現時点では、買い決済よりも売りの方が値段が大きいですから、お金を受け取れることなので売りの形になります。はい。で、これを役所し、押してみますよ。押すと、この2023年10月とこの53が変わります。はい。このように23年11月のコール54に変わったことが、わかるかと思います。いいですね。このように、売っていたコールオプションの買い戻しと、新しい新規の売り立て、これを一括の注文でできる。そしてそれは両方とも約定しなければ、約定しません。両方とも約定した状態でしか、手続きは進みませんので、この意味ではね、そのポジションを入れといて、休むと。そしたらいつの間にか約定しているということも起こり得るということです。ね。そういった形で便利に使えるんじゃないでしょうか。はい。このオプション戦略、ぜひですね、使ってみてほしいと思います。それでは以上にしたいと思います。